上がり。本当に通りられるのかな。しない。いいね。かん違う。風が動いた。秘密の抜け道ってロマンだよな。地下というのがさらにね。そうそう、たくさん出口があったりすると最高。たくってるな、ミクリよ。全然わかんない。わかりたく。男性はお好きなんですよ。てか男性はっていうよりガキはね。高いよね。いいから戦って。支援を多用し先に対処した方が良いかと。終わらせる。次を吠えろ。まだいるぞ。もう待て。周囲を確認してくれ。近くに何かあるかもしれない。宝箱が近くにあるようだよ。
スレイ、周囲を確認してくれ。そうがあるな。スレイ、準備はできてるよ。鎧ムカデは攻撃時に低い体勢を取ります。低い打点の攻撃で攻めろってこと。これは行け、行け、行け、行けの特別変身ゴール。いなれ、エース一瞬二人で爆発変身ゴール。実際強化のコンディション、ダブル。出口が。お前も感じたのか。なんとなく。よし、出られた。貴様最高。ヒョナですわ。あまたの流星。グリフォンか。ところにいるとはな。鳥なのか獣なのか。いいとこ取りしようとしたと、今鳥と鳥をかけ食いつく食いつく、あと言いがかり。それは助かる。天使よ、怪人よ、ウルネズミ、ウルネズミ、魔王たち、君の気は天皇、ジャッジ、絶対に魔王を殺しに、すみません。空中！大丈夫！水の刃！
せよ。大変だ。スライヤーが天狼波全集中巻き込む。それでも私は生き抜く。風を操るのは100年早かったな。でムカつく。エドナさん滑っただけよ。手がかかるね、エドナお嬢様は。未亡に言われるね。近くに何かあるかもしれない。宝箱が近くにあるようだよ。この辺り、ずいぶん荒れたと。伊豆市も同じだけど、ここは狩猟も農耕も難しそうだ。住んでるんだな。案外しぶといわよね、人間って。何か特産物があるのかもしれない。そうかもな。とにかく、目的はゴド人だ。ロゼ、進めばいいんだろう。崖道の端にあるだろ。もうすぐだと思う。わかった、また襲われる前に。そういう言い方しちゃダメって学校で習ったろ。こんにちは。こんにちは。この新しい建物、学校？そうだよ、村長さんが作ったんだよ。村の将来のためにね。学校が地元に比べたらささやかすぎるだろう。そうなの？俺の育った村にはなかったから。ゴ人村長のスランジです。こんな世まで。どんので？人を仕事で辺境の食べ物について調べてるとか、そんな感じ？それはご苦労なことです。幸いこの村は